千川浄水。千川浄水は、玉川浄水を水源とし、境橋、現在の東京都西東京市新町と、武蔵野市桜堤との境界付近から、江戸城の城北地域へ流れた、総延長約2 2トルの用水路、浄水であり、江戸の六浄水の一つであった。現在は使用されておらず、大部分が暗渠化されているが、 東京都の清流復活事業により一部区間には高度処理下水を流し、水辺が復活している。玉川上水の流路上、東京都西東京市新町と武蔵野市桜津との境界付近にある境橋、旧武蔵区に玉具城法屋村地崎に分水口があり、ここから豊島区西菅もまで武蔵野大地上をほぼ東西に流れる。分水口付近の海抜は、 約六十四メートル、菅母付近は約二十三メートルであるから、落差は約四十一メートルとなる。なお、流路は、第一条で、神田川、支流の全福寺川、明昇寺川等を含むと石寺川との分水界を、ほぼなしている。現在、根木区、武蔵野市への遺憾分二点一キロメートルを除いた部分十三点八キロメートルを、 東京都第四建設事務所が管理している。練馬区が平成15年に、千川上水の現況を調査している。分水口からまず、武蔵野市と西東京市、武蔵野市と練馬区のそれぞれ境界に沿って流れる。やがて、練馬区内に入って、大梅街道を越えた時点で暗挙となり、千川通り、東京都道439号新名町上、石神線と沿って流れている。 西部新宿線上石神井駅上草駅間の鉄橋前後で開居となる。この開居部分を最後に暗渠となり、水路が地上に出ることはなくなる。その後、ほぼ、線川通り沿いに、練馬区と杉並区との境界を経て、西武池袋線に沿って、富士見台駅から江戸田駅付近を流れる。この間にある中村橋駅の駅名はこの上水に、かかった橋の名に由来する。 豊島区に入り、南長崎でほぼ直角に曲がって北東に流れを変える。仙川駅、大仙駅、板橋区役所前駅付近を経由し、ほぼ中仙道沿いに板橋駅を経由して東へと進み、かつての旧仙川上水上水上跡である仙川上水公園で終点となる。同公園には、駒込の陸技園への地下貯水槽が現在もあるが、 都営三田線菅萌駅を作る際に、道路の改作に伴い、導水できない状態となっている。なお、現在でも一部途切れている箇所はあるものの、そのまま損置されている。ただし、敷設してから時間が経過しているため管が錆びるなど、老朽化しており、現在、使用できる状況にはないとしている。海居部の全区間において、清流復活事業による流水、下水高度処理水。 計画水量は1万メートルにがみられる。この水は暗挙の始まる伊勢橋地点にて回収され、全部空地側へと送水されて、道川の活水対策に役立てられている。その先の暗挙部について、事業開始当初は計画水量の30%が流されていたが、設備破損により、板橋区内で全量が漏水していること報告され、これと前後して流水が止められている。 清流復活事業によって流水が復活したことで、現在暗挙となっている、練馬区、豊島区などで、千川浄水の復活を求める声が一部住民から上がっている。これに対する区の返答は、現在、以下の通りである。千川浄水緑道、上尺寺位一丁目付近では、練馬区は、動緑道を浸水緑道として整備する構想を練っていたが、 東京都の都市計画道路補助229号線の建設計画に当該地区が取り込まれることになったことから実現困難となったと説明している。また、富士見江五田間では水面が地盤から2メートルの深さにありそのまま活用するのは困難と説明。このため、広い歩道区間に地下を流れる水を水源としたせせらぎを設け、浸水道として 再整備することを検討するとしている。豊島区は1991年、平成3年に60周年記念事業として、千川浄水の復活事業を行うことを決定。平成4年度に暗居間の調査を実施したところ、管内20カ所の異常、土砂の堆積、逆勾配等も見つかった。このため、東京都建設局下線部に調査結果を報告。 通水工事を要請したものの、相当の整備復旧費が必要となり、都費の支出は困難との結論が出され、通水を断念した。このため、現在も暗渠内の水流は、都市幕部分を通っていないものと推測される。当面の区の財政状況なども緩和し、現段階での整備は困難としている。分水口から、大梅街道までの千川上水には濃い、追川、川む、つ、たも もつごなどの生物が生息している。暗渠化される1970年、昭和45年以前の千川上水では、練馬区と杉並区の草海西部新宿線上草駅付近でも、川トンボや源氏ボタルが群れ飛ぶ、水生昆虫の宝庫でもあり、魚類についても、ウグイや、島土壌などが多かった。1696年、元六九年に、江戸幕府将軍、 徳川綱吉により浄水改策が命じられる。公の目的は、小石川御殿、綱吉の別荘、湯島聖堂、幕府学問所、上野寛永寺、徳川屋菩提寺、浅草浅草寺、幕府祈願所等への給水だが、陸義園、綱吉の長身、柳沢義康の下屋敷内の池へも大量に、飲水された。分水口のある境橋が、仙川村、 現在の東京都調布市東端から三鷹市南部にかけての一帯のすぐ近くで、この千川村を通した浄水だったことにその名は由来している。浄水路の設計は、海運の発展に多大な寄与があった豪商の河村瑞賢がこれを行い、多摩郡千川村の他兵、特兵が開作に当たった。五府内浄水在絶脱期には、他兵、特兵の開作の功により、 千の字を吉次に改めて、千川都市、両人に、これを苗字として賜った旨の記述がある。巣鴨に達した浄水の水は、地中に埋められた木戸井により、前述の五箇所をはじめ、江戸の本郷、湯島、外神田、下屋、浅草などに、飲料水として供給された。関栄寺への給水は、途中で矢田川の流れる谷を越える必要があり、密閉されたによる、 裁判の権利の応用で一度水を谷底まで落とし、かかりどりで矢田川を渡し、関栄寺のある対岸の大地上へポンプなしで上げることができたと言われる。1707年、法栄4年になると、流域農民からの単願により、農業用水としての利用が許されることになる。一方、江戸の飲料水としての利用は、江戸に火事が多いのは、浄水が普及時、 地味役が乱れたらとの噂が流れたこと等から、1722年、京宝7年に、市内への給水が止められた。その後、村々の農業用水のみに使用されていたが、下町の町人がこの浄水の復活を、たびたび請願したために、1781年、天明元年に再開された。しかし、水量不足等で1786年、天明6年に廃止となった。 明治以降は、水車による、精米、精爆、製粉が行われるようになったほか、工業用水としても利用されるようになった。主な利用者として、鹿島防石所、王子製紙、大倉省市平良商市局、原国立印刷局王子工場がある。現在は、浄水の水は使用されていない。飲料水としての利用も、1880年、明治13年に、 岩崎や太郎が設立した、千川水道会社により開始された。1881年、明治14年に、政府は、沿岸住民に浄水を汚さないよう命じる。千川水道主にぜき、する禁令を出した。その後、東京市の改良水道の普及で1908年、明治41年、千川水道会社は解散した。レリーマック氏によれば、1948年、 昭和23年10月11日付で、練馬区議会議長、上野徳次から、東京都知事、安井誠一郎宛に提出された、請願書により、千川浄水の氾濫、幼児の水死事故、及び都市計画樹立の障害を主たる自由として、安居化が求められ、練馬区内では、1952年、昭和27年より安居化工事が着手され、昭和40年代前半には、 暗渠化が完了した。1970年、昭和45年には、東京都水道局、板橋浄水場が、浄水からの取水を止め、1971年、昭和46年には、大倉省印刷局省支部への給水がやみ、ここに、千川浄水は、浄水としての使命を終えた。その後、1982年、昭和57年に、東京都の、 マイタウン東京構想により、伸び止め用水、玉川上水、千川上水の清流復活事業が計画され、1989年、平成元年には、千川上水の海峡部約 5km 渡って、下水処理水等活用による清流が復活した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。